アンティグア・アバー・ブーダは、カリブ海東部の小アンティル諸島に位置するアンティグア島、バーブーダ島、レドンダ島からなる国家である。首都は、セント・ジョーンズ。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国である。正式名称は、英語で、アンティグア・アバー・ブーダ、N、TNDBR、ブジュ獣 D で、バーブーダの発音はバービューダ。日本語の表記はアンティグア・アバー・ブーダ。 アンティグア・バーブーダという表記も使われる。国名は、二つの主な島、アンティグア島とバーブーダ島の名前を合わせたものである。1493年に、クリストファー・コロンブスに発見され、セビリアの教会にちなんで名付けた。アンティグア島は、スペイン、ついでフランスの植民地となった後、1667年に、イギリスの植民地となる。 バーブーダ島は1628年以来、イギリスのコドリントン家の私有財産だったが、1860年にアンティグア島と共にイギリスが併合。1941年にアメリカ合衆国が軍事基地を建設。1958年には西インド連邦に加盟した。1962年連邦解体後、1967年にイタリ、自治権を得る。 1972年には近隣諸国に対抗できず砂糖の産業を中止。イギリス領の残留を望んでいたバーブーダ島の分離派が独立に反発していたが、1981年に英連邦王国の一国として独立した。1983年にアメリカのグレナダ侵攻に参加した。1994年、自治領時代から長く、 首相だったベアバードが公職より永久追放される。疾走のレスターバード外相を後継首相に選出するも2004年の会員選で野党統一進歩党が過半数を占め、独立以来初めて実地領統治時代からは28年ぶりの政権交代を行う。2017年9月6日に観測史上最大級の勢力を持つハリケーンイルマがカリブ海を直撃し、 アンティング・アバー・ブーダも9割以上が瓦礫と化す被害を受けた。アンティング・アバー・ブーダはイギリス連邦に属し国家元首たるアンティング・アバー・ブーダ国王はイギリス国王である。国王の代理として総督が置かれている。行政権を執行しているのは首相であり政府の代表でもある。通常首相は会員の多数党の党首が選出される。会17名で構成されており、 5年ごとに改選される。上院も17名で構成され、議員は総督によって指名される。米州ボリバル同盟に加盟している。小規模な国防軍を保有しており、陸軍135人、沿岸警備隊65人からなる。この他に予備役が70人いる。地域安全保障システムの加盟国でもある。この他にアンティグア島内に、 アメリカ戦略軍のレーダー施設が存在している。アンティグア島の地方行政区分アンティグアバーブーダの行政区分は6つの軍と2つの属領区からなる。アンティグア島は6つの軍に分かれている。セント・ジョージ・セント・ジョン・セント・メアリー・セント・ポール・セント、ピーター・セント・フィリップ・バーブーダ・シマトレ・ドンダージーマはそれぞれ属領区である。アンティグアバーブーダの地図島国であり、海を隔てて南に フランス領グアドループ、南西にイギリス領モントセラと西にセントクリストファーネービス、北西にフランス領産バルテルミーが存在する。アンティグアバーブーダはアンティグア島、バーブーダ島、レドンダ島の3島といくつかの小島で成り立っている。島の多くは低地であり、最高点のボギー山の標高も395メートルに過ぎない。 アンティグア島とバーブーダ島との周囲には危険な岩礁が点在しており、昔から海の難所だったと言われている。1695年以来難破した船は150隻近くになると言われている。熱帯性の気候であり、気温の変化は大きくない。降水量に関しては西インド諸島の島としては少なく1000ミリメートル程度にとどまる。雨季は5月から11月である。 首都セントジョンズ主要産業は観光。1990年代にハリケーンなどの災害により、経済が低迷した。近年は、オンライン家事の事業が主要な収入の一つになっているが、2003年にアメリカが違法化すると WTO に協定違反として提訴した。農林水産業では、砂糖キビ栽培のほか、羊やヤギを中心とした牧畜が盛んである。工業は、 食品加工業と各種組み立て加工業のみが見られる。鉱物資源は存在しない。IT 企業として著名なスライソフト社の本社がある。貿易は大幅な赤字であり、1999年時点で輸入4億1400万ドルに対し、輸出は3800万ドルにとどまる。主な輸入品は自動車、石油製品、機械である。食品の輸入も多い。 電気や化石燃料も輸入に頼っているため生活費が高額になりやすい。貿易相手国は金額ベースで約5割をアメリカが占め、ついで日本、イギリスである。主な輸出品は電気機械、鉄鋼、自動車である。輸出相手国はアメリカ、イギリス、セントクリストファーネービスである。セントジョンズ大聖堂をほとんどの住民が サトープランテーションで働いていたアフリカ系奴隷の子孫である。その他にイギリス人、ポルトガル人などもいる。公用語は英語である。現地の住民の間ではパトワと呼ばれるクレオールの一種が使われる。世界的ギタリストのエリック・クラプトンが1998年に薬物中毒構成施設、クロスロードセンターを開設。 アンティング・ラバー・ブーダ出身の著名な作家としては、アメリカで活動するジャメイカキンケイドが挙げられる。クリケットが最も人気のあるスポーツである。他のカリブ海諸国等との多国籍チームの西インド諸島代表として国際試合を行っており、過去にはクリケットワールドカップで2度の優勝経験を有する。アンティング・ラバー・ブーダ出身のビブリチャーズは、クリケットの長い歴史においても、 世界を代表する選手の一人である。2015年世界陸上北京大会において男子400メートルリレー決勝に初めて進出し6位入賞オリンピックのアンティグア・アバー・ブーダ選手団。ありがとうございます。